キャンパス内にあるトニーの建物の一つ、地図対比工業大学は、台湾国のスワンルワンクに2007年6月に開学した大学である、日本型ものづくり大学を目指している。2004年から対比工業大学の母団体である、対比技術振興協会委員会が設置され、1970年代からの念願であった大学設置に向けて大きく前進する。 大学設置のため土地を収容し、2005年に大学設置を大国教育省高等教育委員会に申請、翌2006年9月29日に大学設置許可、2007年から学生を募集した。母団体である大飛技術振興協会は1970年代より、日本の産業育成のノウハウを用いた産業セミナー、工業計測、語学講座などで、タイの中で、 日本の生産、生産管理技術を導入し、着実に成果を上げてきた研修団体という実績と信用があったため、新設の私立工業大学にもかかわらず、一定レベル以上の学生獲得に成功していると言われる。また創設に際しては、万国日本人商工会議所が全面的な協力を行っており、奨学金を開学から4年にわたり、年間1000万バーツ目標に、 会員企業、大企業から募金活動を行い、優秀な学生の獲得に貢献している。2013年1月、大比工業大学を訪問した安倍晋三内閣総理大臣は、大比工業大学に安倍文庫を開設して、日本書籍149冊を寄贈、ジャッツクフルーツの記念食事を行った。2016年には約1300人が入学。 就職率は100%で、卒業生の約4割が日系企業に就職している。ありがとうございます。